私は今までたくさんの子供たちの動画を撮りました。その動画を見返してみると、その時を思い出し、涙を流してしまうことがあります。嬉しいこと、辛いこと、悲しいこと。今回の動画は、私が嬉しくて涙を流したシーンを通して、子供たちの物語をお送りします。私はこのシーンを見ると涙を流します。この子の名前をクリと言います。生まれつき翼が小さく風切り羽が生え揃っていなかったので飛ぶことができませんでした。そのためみんなと一緒に遊ぶことができず一人ぼっちになることが多かったのです。けどみんなが声をかけてくれて家族の中に入ることができました。ある日、子供たちの日常を撮っていると、あのシーンに出会ったのです。他の子が私に乗っかり、遊んでいるのを見た栗。一緒に遊びたいけど、飛んで近づくことができない。他の子は飛んで楽しく遊んでいるのに、栗はみんなの中に入ることができませんでした。あまりにもかわいそうなので、近づいてあげると、とっても喜んで遊んでくれました。興奮気味の栗、こんなに喜んでくれると、私も嬉しい。そして、徐々に離れていくと、飛んだ。少しの距離だけど、飛んでくれました。この時のことを思い出すと、今でも泣いてしまいます。今、栗は飛べないけど、私に、やればできる勇気を与えてくれました。私は、このシーンを見ると、涙を流します。この子の名前は、つぼみと言います。つぼみの小さい頃、足の関節が変形していて、開脚した状態でした。つぼみが動きやすいように、お家を変えました。お家が変わっても、パパとママは、子供たちのお世話をしてくれました。けど、お兄ちゃんと比べて、つぼみの成長が遅かったのです。つぼみの、栄養が足りてないことがわかりました。私は、お薬の入ったご飯をあげてお世話をしたのですが、近づきすぎてしまいました。お兄ちゃんが大きくなり、巣立った時、親鳥がつぼみのお世話をやめたのです。突然、一人ぼっちになったつぼみ。つぼみは泣かなくなりました。私はつぼみが寂しくならないように接しました。つぼみも頑張りました。体の大きくなったつぼみは飛ぶ練習をしました。みんなと一緒に飛べるように頑張りました。そして頑張ったつぼみは柵をよじ登り、無事に巣立ちました。つぼみは私の手に飛び込んできました。頑張ったつぼみをいっぱい褒めてあげました。けど、問題が発生したのです。つぼみの足が動かなくなったのです。突然、親鳥もお兄ちゃんもいなくなり、精神的なストレスで泣かなくなり、足が動かなくなりました。私は親代わりにはなれなかったのです。私は、つぼみの足が固まらないようにマッサージをしました。物をつかめるようになることを祈りながら。そして数日が経って、いつものように祈りながらマッサージしていると、あ、動いた。ほんの少しだけど、嬉しくて嬉しくて
涙を流していました。つぼみは今、友達もできて仲良く暮らしています。私はこの子たちから感動と勇気をもらっています。また、嬉しくて涙を流してしまうようなシーンに出会えますように。